徳島マルシェとは徳島県徳島市東船場町の新町川沿いにある新町ボードウォークで毎月最終日曜日に開催される食文化のイベントである。2010年12月26日に徳島経済研究所が中心となって初めて開催された。毎月最終日曜日に徳島産の農産物や加工品をパラソルショップで販売している。マルシェとは フランス語で、市場を意味する。と、串間マルシェ上空からのイメージ。と、串間マルシェ会場には毎回平均1万人を超える、来場者が集まる。キッズファーマープロジェクトは、子供たちが農作物の植え付け、栽培、収穫、加工、販売の一部を体験する、食育プロジェクト。お届けマルシェは、 月に一度のと、くしまマルシェ会場からスタッフにより選ばれた、旬の商品をセットにして全国へ向けて発送する。と、くしまマルシェは、徳島 LED アートフェスティバルに次いで、徳島経済研究所が提案し実現した。農林水産省支援のもと始まった、マルシェジャポンの一環ではなく、徳島独自の取り組みであり、を目的とする。徳島市は、 市の面積の13.6%を川が占める。川に囲まれた徳島市の中心部は上空から見れば形が氷炭に似ていることから市民から氷炭島と呼ばれている。川をめぐる周遊船が運航している。川の護岸は県産の青石種で整備され、中心部の川沿いにはウッドデッキでできたボードウォークがある。自然と共生するおしゃれな街が、 徳島市の特徴であり、これらの特徴を活かし、経済活性化につながる効果を考え、提案されたのが、徳島 LED アートフェスティバルと、と、串島マルシェである。また、徳島県は、温暖な気候、水資源、土壌などを活かし、野菜や果実、花、畜産物等品質の足したような農産物を生産しており、軽阪神を中心とした、 大消費地への重要な供給基地として農業ビジネスを活性化させようという動きが一印。2009年5月に徳島経済研究所が農業法人など農業関係者、徳島県、徳島市、金融、流通業界等のメンバーによる農業ビジネス活性化研究会を立ち上げ、約1年間の議論を経て2010年6月に 徳島県の農業ビジネス活性化構想を発表した。この構想の一部を具体化したのが2010年12月からスタートしたと串島マルシェである。また、インターネット販売を行うウェブサイトと串島ネットマルシェを同時スタートさせた。両者を連携させることにより、徳島こだわりの農産物、加工品等を全国に情報を発信している。さらに、 福島マルシェと福島ネットマルシェとも民間が運営しており、これらをサポートすると、福島マルシェ実行支援委員会を立ち上げ、徳島経済研究所が事務局となり、徳島経済研究所専務理事が委員長を務めている。この委員会には、農業ビジネス活性化研究会のメンバーや IT、関係者、野菜ソムリエ等が参加しており、運営主体とともに、 福島マルシェをバックアップしている。マルシェとは、フランス語で、市場という意味である。と、福島マルシェの特徴は、とされている。開設場所、徳島市東船場町一丁目開催日時、毎月1回最終日曜日、9時から15時コンセプト開催内容特徴徳島県、産品のみを扱うとされている。と、福島マルシェから掲げられているブランド化と全国への、 PR 活動サイト。主管理、運営の方法で大きく二つのパターンに集約できる。一つは管理、運営を自治体や地権者などが行っており、露店形態であり、出店者は出店費用のみ負担するもの。代表例としては、高知市の日用紙やマルシェジャポンが挙げられる。もう一つは管理、運営を行うものが、建物や保冷設備、空調。 中央レジシステムを整備し、出店者は売上に応じた手数料を支払うものであり、JAK 大規模産直市などが該当する。パラソルショップ、徳島市の中心市街地である新町川の新町橋、両国共感は、1989年8月には北岸に新町川水際公園が、1996年2月には対岸にウッドデッキでできた。 新町ボードウォークが完成した。さらに、賑わいを高めるため、1998年3月に、中心商店街活性化事業の一つとして、パラソルショップが開催された。直径約4メートルの大型ののばりパラソル50機を製作し、商売を始めたい人などに、低料金で貸し出すものである。マルシェ事務局によると、福島マルシェブランドの加工商品や、 出店者同士のコラボ企画があり、実際に商品化が行われている。出店用営業者の卵と食料品、製造業者による調味料や、出店農家のトマトとレストランシェフのレシピによるトマトのジャム、季節限定ではあるが、出店農家のゴを使った老舗和菓子店によるゴ大福が例として挙げられる。と、くしままるェおケーキに、 毎月最終日曜日の新町川周辺地域では以下のようなイベントが展開されている。など県内外からの各種視察が相次いでおり、一種の産業観光として、と、串間マルシェを組み込んだ観光ツアーも企画され、始めている。JTB の手配旅行パンフレット、旅100は来て、見て、納得。おいでよ徳島にも、と、串間マルシェが多くのページで取り上げられている。 さらに、地元徳島の魅力を再発見してもらおうと、蘇豪徳島店が昨年開催した物産展、アワーフェスティバルを2011年8月に開催し、と、徳島マルシェも臨時出展した。また、県立徳島商業高校と、同小松島西高校によるコラボ企画である、とれたて野菜のおもてなしツアーにも、第7回、と、徳島マルシェ見学が組み込まれており、 クシママルシェに出展している小松島西高校生によるおからを使ったアイスクリーム店との連携によるイベントとなった。キッズパルク、キッズパルクは、と、クシママルシェと連動し、子供を対象に、食育を目的とする憩いの場の提供である。食育は、と、クシモマルシェが目指すコンセプトにあったものであると同時に、来場者からのニーズに沿った企画でもある。 第7回開催からスタート予定であったが、あいにくの天候から規模を大幅に縮小してのアーケード内スタートとなった。キッズファーマープロジェクト平成23年に徳島市共同支援事業と徳島市農林水産課によりスタートされた農作物の植え付けから収穫、加工、販売という一連の流れを約半年かけて子どもたちが体験する食育プロジェクト。 農作物が畑からお客さんの元へ届くまで、いろいろな人たちとの触れ合いを通しながら、実際に見て、触って、感じられる、社会の仕組みを学べる食育プログラムイーコディマーキー、NPO 法人環境首都と,と、福島創造センターとの共催で、ボードウォーク一体を、エコデマルシェ会場都市と、福島マルシェ当日に、エコ推進活動を展開。参加は、無料で、 参加者には、マルシェ特製エコバッグが無償で提供される。お届けマルシェと、くしマルシェ当日に会場に集められた商品の中から、スタッフが選んだ商品を箱詰めに自然国に発送するというサービス。と、くしマルシェに出店している生産者たちが運営しているオンラインショッピングサイト。利用者は生産者から直接買い物ができる。また、 福島マルシェの状況をユーストリームを通してリアルタイムに配信したり利用者が出品者とよりスムーズにコミュニケーションが取れるよう Facebook や Twitter などのソーシャルメディアも広く利用している。ありがとうございます。